はい、こんにちは。はい、始まりました。質問コーナーと、なんだ？質問募集&返答のコーナーでございます。はい。はい、質問募集、はい、今回もね、視聴者の皆様、たくさんコメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ざます。いろいろとね、動画出してて気になることをバンバンコメントしてくださって、はい。もうバンバンと、ありがとうございます。では、そんな、いろんなコメント来ておりますが、はい。どんどん答えていきましょう。はい。一つ目、かっちゃんは霊と関わるこの能力をいつ自覚したんですか？そのきっかけは何ですか？あ、自覚？家系ですかね。いや、家系ではないですね。あのね、小学校4年生ぐらいに、まあ変な感じ、道を歩いてたんですよ。うん。そしたら地面から黒い影がドワーって大きく僕の方に向かってきて、なんか悪魔みたいな人が黒い、このなんちゅうの、頬をかぶった黒い顔が、目が光ってて、あとニヤッと笑っとるような感じの怖い、ほんとなんちゅうの、ちょっと怖いウォーズマン怖くなくなるんだかめっちゃ怖いウォーズマン、笑った時の。ああ、そうそうそう。まあ、画像検索してください、筋肉マン。筋肉マンだ。そんなようなすごい怖い悪魔の人が僕の目の前に現れて、お前に素晴らしいプレゼントをやる。これからお前は楽しいことが起きるぞ。って耳で囁かされて、おお。ちょっとびっくりして、変な話、おしっこ漏らしました。あ、ちゃんとその目の前に出てこられた時は怖かったんですか？怖いよ。だってお前、だって地面からお前ドワーって来られたらもう、そうビビるだろう世の中。それから、まあ、あまりの怖さで家帰って、次の日ぐらいからかな、なんか変なもんが見えるようになってきたのは、その頃です。その影というか、何か悪魔みたいな方からプレゼントされたのがこの霊感。そう、この霊感です。人を助けるものではないって言われた。人を不幸に落とせるのはできるって言われたね。文字通り悪魔の力だな。それからだね、なんか見えない人と喋れるようになったし。おお。変な話、ちょっと能力使うと水泳が1位になれる。ずるだ。神社の動画であんなに自分で努力せいとったのに。そういうなんか特殊な能力を持ち始めたね。おお、家系ではないですね。かっちゃんのご両親はそういう霊感あったりする？全くない。おお。お父さん、妹も兄貴もない。ああ、本当に霊感ゼロの家系だった、もともとは。そうだから、うちの子供なんかいつもちっちゃい時、なんでパパが写真撮るといつも僕だけがはっきり写って他が、ま、みんなボケるのとかさ、なんで電気が動いとるのとか言って、電気がこういうふうにずっと雨のように光って写るんやって。息子はしっかり写っとるんやけど、息子がしっかり写っとるってことはカメラを揺すってない証拠じゃん。うんうんうん。だけど周りはもう全部、こうやって電気が、こうやって、イオを引いとる。それは本当にその小学校、その能力もらってからずっと？ずっと。不便な、うん、そう。だから、変な話、写真撮っても俺だけボケ撮るとかさ。そういう学校の集合写真とかああいうのは？は、あれは、日陰で撮らせてもらうけど、もう、水泳選手、プロ、相撲やっとった時でも全部、ほぼ、ボケたり。ああ、そういうなんか、軽く撮影ぐらいのタイミングだと、どうしようもない。それとあと、カメラが壊れるって。映した瞬間。いたたまれんな、それは。かわいそうだな。赤ちゃんが俺の顔を見ずに、他を見て笑う。ああ、猫とかであるような、そういうなんかどこ向いてんの状態。そう。だそうです。
まあ、あの家だから家計、ね、家計でもないし本当にいただいたものです。おお、うん、なんかそのもらったわけじゃないですか、うん、多分こういう、ね、こういうことが原因でそういうなんか見初められたんだろうなみたいなきっかけとかも思い浮かばない？ないな。じゃあそれこそ今見てる視聴者さんが同じ目に遭うっていうかその同じようなチャンスがあるっちゃある可能性もある。まあ唯一言えば根が悪いっていうやつやね。あの言い方悪いけど性悪な部分で繋がったっていうかそのじゃないのかな。ああ、俺はこういう悪いことをして楽しい、お前もそうだろっていうそういうなんか共感、共感だろうな。うん、悪趣味その悪魔。結構そうやな、その当時からちょこちょこ荒れてたからな。ピンポンダッシュしたり霊感何も関係ないのよ。勝手に牛乳飲んだりしとんちの朝置いてあるで。どうぞお飲みくださいじゃないからね、あれって。そうだな、そのぐらいでかな、うん、でも能力で結構だから相撲でもいいとこまで行けたんじゃないの。怪我しろ怪我しろって言ったら怪我してくれたし、立ち悪いな。いいんじゃね。うん、あとはでは次の質問いきましょう。はい、今後そのGチャーハンはどんな撮影計画があるか教えてください。本当今本当にあの今やっとるとにかくみんなが本当に何パーセント以上映像が見えたっていうな、今、うん、今送ってる状況を確かめるとごくわずかなんですよまだ。ですね、今の映像を送る企画、うん、楽しく見えるからとても楽しみなんです、うん、まだ見えてないかって。そうだからまあクイズをやりながらやってる状況かな。これはあの、うん、そうこれも聞きたかったんですけど、この今そのどこどこ行って映像を送りましたよってあるじゃないですか、うんうん、っていう映像は見えてるんですかってアンケート取ります。まだ取らなくていい。見えとる人は少ないだろう。でもな、これ本当難しい。本当にね、あの、コメントにも書くんだけど、動画を見ながら、当事者を見るんじゃなく、背景を見るような感覚で動画に見てほしいんですよ。どうやっても。遠くを見るような感覚。要は画面の真ん中にカッちゃんが映ってる。カッちゃんが映ってますっていうけど、それを見なくちゃ、見ない方がいいと思う。全体をカッちゃんを透き通して、後ろの背景を見るような感覚でずーっと見てもらったら多分受け取れるんじゃないかなと思うんですけどね。おお。うん。ぜひ視聴者でまだ見えてない方試してみてくださいまし。一回試してみてください。そうすると何か感じかが感じられます。おお。うん。今後の撮影計画。まあとりあえずでも今のところはね、その。撮影計画は。場所はどこ行くっていうのはそんな。うん。うん、もう東海関係ないからまあ。行ける範囲、まあ行ける範囲、うん、で行きたいなと思ってますね、うん、新田さんごめんね、もう三重県秋田で秋田っていうかもうないで行くところ。そうね、赤服買いに行く以外の理由がないからね。そう、うん、では次の質問行きましょう。かっちゃん、むいくん、いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。夜の神社は神様が留守だからお参りしちゃいけないって聞きました。悪い霊が集まっているかららしいのです。本当でしょうか？いや、それはないだろう。夜のお参り、あの、要は5時以降は神様も寝るからダメみたいなのは、まあ確かに聞いたことありますが。神様が寝るとか、神様が起きとるとかっていうのはないです。うん。じゃあ別に夜その夜行っても朝行ってもそれが神なんですよ。うんうんうん、うん、もうむしろ神なんかいねえじゃん。しダメです、その時は。夜になったから悪い霊が集まるみたいなことも特にない。夜そのね、あの周りのその神殿の中っていうのは、僕はもう夜行くともう本当にもう僕も入っちゃいけないぐらい
新鮮な空気なんですよ。うん。うん。だから幽霊どうのこうのっていう入れるレベルじゃない。僕も要は悪魔みたいな人から力をもらってるから、僕も夜は本当になかなか入りづらいんですよ。うんうんうん。うん、むしろ夜中のあのお墓の方が入りやすいですもん。うん。そのぐらい新鮮にね変わるのよ。夜になると。うん。うん。だから夜行っても昼間行っても同じです。行ったってください。この夜悪い霊が集まってるからっていう、もしこんなことがあるんだとしたら昼もその悪い子がいる。むしろさ、夜行った方がいいと思いますよ。お参りは。まあ、不気味でなんていうの、若干そのお参りするテンションにはなれないかもしれないけど。下がるかもしれんけど、本来は、むしろ神は夜来てもらってた方がありがたいかもしれないですね。あとここ神様いねえぞっていうあの話もしてましたね、うん、いない神社は逆にお参りしてもご利益ないし、夜は神様が守ってないので変な霊が集まりやすかったりするのでしょうか。もう神様がいねえってさ、もういねえとこでお賽銭いっぱい払っとるやついっぱいおるけどさ、やめた方がいいぜ。、うん、やめた方がいい。悪い霊とかそんなもう悪い霊っていうのは本来は、申し訳ないけど、悪い霊、いい霊っていうのは、もう、どっちかっていうと、全部いい霊なんですよ。ほう。わかります？要するに、悪いことをしなければ、霊は起こらないわけじゃん。うんうん、うん。人間でもそうやん。悪いことしたら起こるやん。そうですね。それと一緒で、うん。下手なことをやっちゃいけない、そこでやっちゃいけないことをやるから罰が当たったりするわけよ。うん、うん、なんか当たられるわけよ。はい、うん、だから悪い霊とかいい霊っていうのはどっちもないです。霊です、うん、明確に人に悪さ仕掛けてくるやつもおるっちゃおるけど、そう、そういうのはもう絶対に自分が何かをやっちゃいけないことをやったから仕返しに来るだけなのよ。そういうなんかアニメとかであるような、もうそもそもなんか誰かで構わず攻撃するような例はめったにいない。ない、うん、ない。へえ、うん、じゃなきゃ僕ら いつの間にか死んどるぞ。、うん、そうね、たまにかっちゃん不意打ち食らうからね。そうそう、だから悪い例とかいい例っていうものはないですね。うん、とにかくやっちゃいけないことをやるからたたられるだけで、うん、心霊スポットだっつって部屋に入りましたね。そこでわー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 騒いで物を蹴飛ばしたり絵描いたり、そんなことすりゃ誰だってバチ当たるっちゅうの。そうね、うん、死んでる人間でも生きてる人間でもそんなことされたら怒る、怒る。うん、だから心霊スポット行くのにもやっぱ、うん、なんちゅうのかな、礼儀正しく、わあ怖いね怖いねって言いながらそこを透き通って、最後はもう心の中でごめんなさいって言って帰ってくるのが一番いいです。うんうんうん、うん、今の子はギャーツかギャーツか騒いだりで火事に刺したり、そんなもん罰やろ、火事して捕まるんやで。そうですね。だから僕らだって絶対にもうわきまえてますから、これでも。そうですね、そんな、うん、無駄にね荒らしてったりはしないけど、そう無駄に荒らしてったりもして、荒らしたことないな俺ら。そうですね、そんな、うん、何か蹴っ飛ばしたりとかはしないから。そうそう、しない。うん、いらんことはしない。うん、もし最悪の場合はコンタクトを取るという僕はします。ああ、うん、話し合いで解決しましょうっていうプランを、そう公衆で入らさせてもらうっていうのはあります。まあそれはね、その、うん、しゃべれるかっちゃんがいるからこそできる裏技ではあるんだけど、まあ結局派手にそんな暴れたりしないで、そう、軽くなんか見させていただくぐらいの気持ちでいた方が、うん、軽く正体表させてって頼むぐらいだよね。うんうんうん、うん、だから僕はだからいいとか悪いとかなく、うん、まあ荒らさないことですよ。そこをあるところにあったものが移動する、これはもう絶対やっちゃいかんし、それを持ってくるっていうこともだっていけないし、まあそうですね、うん、そういうのは不貞野郎だ。
っていう許しません、そういうのは。まあ何か持ってきといてね、罰当たったって言われてもね、 そんなもん自業自得としか思わんけど、思わん、うん、それはやっちゃあかん本当に、うん、はい、皆様礼儀正しくつつましく行動しましょう、しましょうでは次の質問、はい、この前言ったそう、この間多賀大社というね滋賀県の動画を出しまして、そこを我々がその行って動画出しました、うん、その後に実際に行ってみましたっていう方がおりまして、そうなんです、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか恐縮です。ちょうどそのコメントの時ムイとかっちゃん一緒にいて、なんか携帯に通知来て何事ぞって思ってみたら、はぁーってなって、そうそうそうびっくりしてしまいました。でこの前行った多賀大社のその42枚目で写真を撮りました、うん、写真を見返してもパワーってまたもらえるんでしょうか、やっぱり実際に行かないとダメなんでしょうか。あのね、やっぱりね、これ実際に行ってやっぱ写真を真上で撮るっていうならいいんですよ、自分を撮っちゃいけないんですよ、真上、そう、42枚の上を空を撮る、ほうほうほう、うん、それをずっと額に飾ってもいいから、そうすればそのパワーはその写真からずっと流れてきますから、お家に飾るといいことが起きるかもしれません。おお、うん、三田さん分かった他の方も呼んであげてって愛子さんも分かった。でそのコメント来たね、うんと、ゆであずきさんもやってみたら、うん、山口くんも行ってね、お願い、実際、でもその、まあ、いいや、なんや違う、言葉が出てこなかった。これパワースポットの風景というかの写真って効果あるんですか、その高台車に限らず。そうだな、パワースポットでみんな神社とか物件をやるけど、そっからパワーが来てるわけじゃねえからな。そう、現地行ってパワーがもらえるはまだわかるんですよ、うん、写真を撮りましたで、その写真の中にパワーって残ってくれるものなんですか、うん、残ってくれるもの。あ、じゃあ撮ること、本当に強いと、うん、強いとかな、撮る位置があるけどな、うんうんうん、うん、なんだろうね、次パワースポット行ったらそういうの やってもらう、ここでこういう風に写真撮るといいよみたいな、そういうやつ。そうだな、それ企画に入れとこう。はい、より詳しいのは次回ね、次回というか後日出しますので、また詳細はお待ちくださいませ。お待ちください。では次の質問、こちら、お願いですが僕も動画の中で名前呼んでください、ネタにしてください、他の人が呼ばれてると羨ましいので、スバルさんでよろしいのですかね、これは。さらばスバルよスバルなのかショーなのか、はたまた別の呼び方か。スバル君でいいんじゃない、スバル君でいいよ、俺が許す。うん、ナスバラ君。多分ね、この動画のそのコメント欄のところにムイが、その、呼ばれたい方は、その、名前、てか、なんていうの、の読み方、うん、その、ひらがなはともかく、漢字とか、その、英語だったりすると、読み方なんだこれってなるのが多いので、英語読めないですから、俺。英検2級もとても。教えてください、呼ばれてもいいよっていう方。そして皆さん、他の方もその呼ばれてて羨ましく感じるのですか。感じるんか。ニタさんどう。ねえ。そういう。愛子さんどう思います。超有名人な方に呼ばれてたら、そういう木村拓哉とかそういうすごい方に名前呼ばれたら、うわーってなるのわかるんだ。俺らやでって思っちゃう、そのムイヤがっちゃんやでっていう、その。デブ二人だぞ。そう、多分実際にやったところでそんなオーラ放ってる、うわ、まぶしってなるような方々じゃないので、うん、本当に ね、スバル君大変だよ、ネタにされるともう仁田さんのように俺言っちゃうよまあはい、呼ばれたい方々はね、またコメント欄で読み方と一緒に、はい、教えてもらえればどんどん呼ばせていただきます。あ、そうやん、今思い出した、はい、そや、仁田さんって名前変えたんやったな。
はい。あ、今思い出した。ごめん。あの、ニタさん自身がしばらくカッチャはニタさんって呼ぶと思いますがって言ってるから、おう、本人分かってやがるって思って無視してたけど。あ、ごめん。今気がついた。そういや、なんかコメントに書いてあった。まあ、覚えてねえからニタさんでいいや、俺。花さんです。花さんか。ごめん。おい、今思い出した、そういや。変えんといかんなと思いつつ、ニタさんって呼んどった、俺。何で名前変えるんだよ、急に。せっかく最近覚えたばっかなのに。まあ、名前変えてる人は別に、なんていうの、少なくないけどね、割と見てて。俺も、かっちゃん名前変えようかな。それはややこしいからやめて。ちょっと一回切ります。ガッチャンにしようかな。